今年の夏は本当の夏がないままに秋を迎えてしまいました。いろんな地方でも、釣れない釣れないっていう声を、たくさん聞いたんですが、皆さんはどんなバスフィッシングを楽しまれましたか？今回は初夏のスペシャル夏のフォーリングパターンに続き、テクニック編スペシャル2をご紹介したいと思います。フィッシングトゥーバッシングも10回になりましたけれども、今回はテクニックの保存版ということなんですが、テーマでもありますシーズナルなパターンバッシングとはどういったものなんでしょうか？はい、今年の夏のように、そのカレンダー通りの夏がやってこないで、もう季節感がめちゃくちゃになってる場合ね、そういう時に、基本的な夏の釣り方から、そのずれている季節にね、どうやって釣り方を合わせていくか、そういうね、季節感に、釣り方を合わせていく方法と、それと一日の釣りの中で、お天気がコロコロ変わったりとかね、そういう時にどうパターンを組み立てていくか、それを、皆さんと一緒に勉強したいと思います。このスペシャル版ではバスのシーズナルな行動を予測し、ポイントのセレクトからそこにいるバスを引き出すタクティクスなどを知り、より確率の高いバスフィッシングをする方程式を作り出すといったゲーム性の高い釣り方をご紹介します。釣った一匹のバスがどのファクターを必要とし、どのファクターで釣れたのか、湖水に働きかける自然界の作用を知りバスを釣る、シーズナルなバスの行動を予測し反応するルアーを選択、そしてパターンを組み立てバスを引き出したとすれば、それは釣れたバス釣りから釣るバスフィッシングへのステップアップ、バイトからフッキング、そしてランディング、スリリングなこの釣る作業と、そしてバスを見つけ出す作業、この2つの要素がうまく噛み合ってこそバスフィッシングの本当の面白さを体験し、パターンと呼ばれるバスを釣る方程式が成立する。シーズナルパターンバッシングとは、バスが季節によってどんな行動をするのか、水温や水質、風や波、そして天候といった自然のファクターがバスにどのように影響するのか、まず基礎知識を理解してください。本当にカレンダー通りに夏が進んでたとしたら、今年の場合ね、一番初めのスペシャル1でやったような釣り方をしていると誰にでも簡単に大きなバスは釣れたんですけども、残念ながら今年はね、本当に湖の中っていうのがなかなか夏になりきらなかったんですよ。だからスペシャル版の1を見てね、同じ釣り方をしてはった人が、あれ下さん嘘言うてるやないかみたいなのがね、思わはるかもしれませんけども、その季節感のズレをね、どうやって読んでいくかっていうのが、バス釣りのね、本当の楽しいとこなんですよね。そこで例えばやってる方法がアフタースポーンの時のスピナーベイトのような釣り方、そういうのもやってたりとか、そうかバスがまだここまで動いてない、そうかまたバスが浮いてないとかね、そういう考え方をこう絞り込んでいって、釣るのが楽しいんです。皆さんもね、この釣り方、こう絞り込み方なんかをね、十分に勉強してね、バスフィッシングを楽しんでください。冷夏で終わった今シーズンのフィールドを例に挙げて、カレンダーとフィールドで進行する季節感のズレを理解し、あなたのフィールドでも試してみてください。よし、はい、皆さんボールド8での、自分の釣り方はどうだったでしょうか。カレンダーの、季節と実際の湖の中の季節の違いで、釣りを湖の中の季節に合わせてやっていくと簡単にバスが釣れてしまうっていうのは、理解してもらえたでしょうか。今、釣っていた、バスたちはもう、落ち着いて、移動を始めてるわけです。夏らしい場所に移動を始めてる。それはね、どういう場所かというと、
ボールド8で釣ってたところはあの岬があってずっとシャローになってて、グラブズロークちっちゃな、石の、ボトムのところで産卵をしてて、その帰った卵をね守っていたオスが、稚魚たちと別れてうろうろしてるっていうやつを、スピナーベイトで拾っていってたんですよね。だから完全な、アフターの、オスのバスの釣り方なんですよね。でそのバスたちが今、本来の夏らしい場所に移動を始めてきてるんですよね。そしてこの、 あのスポーニングエリアから近い、4メーターラインの深場で、バスは餌を取って、夏を過ごすと。ほんでその時にね本当に、湖の中が夏らしくなってしまうとバスは暖かくなった時の性格で、サスペンドって言って、浮いてくるんですよね。だから、スペシャル版でやったように、その浮いたバスに対してジグヘッドの、スライダーとか、グラブなんかの小さなワームを使って落とし込んでいって、サスペンドしているバスを簡単に釣っていくっていう方法があるんですけども、残念ながらね今年の琵琶湖は本当にこれあの天候がおかしいんですよね。だから魚自体は、バスが夏を過ごす場所へ移動は始めてるんですけども、本当にこれあの暑くならないんですよね。だからまだバスが、浮き始めてないで、そこで餌を取るんですよね。だから、今吉住プロがやってる釣り方っていうのは、そのバスがいてるエリアでジグヘッドを落とし込んでるんですけども、その落とし込んでる時の、落とし込んでる間は、バスの当たりがあるかなっていうのを注意はもちろんしてるんですけども、そこであまりにも当たりがないので、今度は落とし込んだ後、ボトムをチェックしてると。だから、そのエリアに、バスのいてるエリアに入って夏やから例えばスペシャル版のように落とし込んでたら釣れるんやっていうのは基本なんですけども、その状態にバスがなってるかなってないかを自分で、感じ取ることが大切なんですよね。ほんであの落とし込んでて、そういう当てがない場合はまだバスが浮いてないのかなということで判断して、バスはいてると決め込んで浮いてないバスをボトムで釣ると。だから当然バスも本来の夏らしいサスペンドを始めるっていうのは、遅れてるんです。でもねこれ、お天気がすごい続いて本当に夏らしい、天気になった場合にはバスは早くそういう状態になりたがってるんですぐにポンとサスペンドを始めるわけです。だからその時その時のバスのいてる場所へ行ってバスが今どんな状態になってるかっていうのを考えながらそれに合った釣り方をするとバスは一番簡単に釣れるんです。例えばこのポイントなんかは、ボールド8の時は、ほんの1週間ほど前なんですけども1週間2週間ねそういう前にあのこの岬のね付け根のとこのスポーニングエリアのとこでスピナーベイトで釣ってたんです。その魚がねあのこうやって天候はおかしいんですけどもやっぱり夏らしい場所へ移動を始めたと。本当にそれで今これ狙ってる場所がスペシャル版でやってたこの岬の先端の4メーターライン、こういうとこでサスペンド本来ならねサスペンドするバスを狙ってるんですが、何回も言うようにね湖がまだまだこう夏らしくなってないんで、バスはその日のこの例えば日差しとかそういうのでね、浮いたり浮かへんかったりとかねあのすごいややこしいんですよね。でも必ずバス自体は、基本的にこういう場所に移動してると。だから今回と前回のボールド8のビデオでね皆さんに知ってほしいのは本当に何回も言うけどもカレンダーばっかしの季節感じゃなくって湖がどういう季節感で、動いてるのかそれを知ってそれに合った釣り方それも一番その釣り方で基本的な簡単な釣り方で釣っていくと、バスは釣れと。だからバスがいるエリアで本来ならば、浮いてるはずのバスを今狙ってるんですけども天候がこんな具合なんでどちらかというと、
基本的に、浮いてて沈んでいく途中にプンってくるあたりを感じ取るようにしてるんですけども、頭の中でひょっとしたらまだ、こういう天候なんでここにはバスはいるんだけども、浮き切ってないのちゃうかなみたいなのを頭の中で考えてなあかんのですよね。だから普通だとピュッと投げてこう沈んでいく途中にクンって当たりがあるんですけども、まだこの湖の、季節感が、完全な夏になってないので、これをボトムまでずっと送り込んで、ほんでしばらくここで待ってるんですよね。これの切り替えいうのがね、その時その時の水の中のその日その日の季節感に合わせて、同じ釣り方をしてても少し動作を変えてあげると。例えば普通なら真夏ずーっとフォールさせていく、もうその途中でコンと当たりがあると、それを合わせていくんですけども、これがずーっと送り込んでいってボトムまでついて、ほんでしばらくそこで待ってあげると。ほんでね、こういう状態になっている時のバスはね、フォーリングしている時で簡単に釣れるのと一緒でね、ボトム落としてから例えばシェイクしたりとかね、そういうことは必要ないんですよね。ちょっとボトムに置いてる時間を長くするみたいな感じね。よし、よしよし、さっき逃がしたやつの相方かな。あったたたたたた、おーいきゅー、おーしあ、さっき逃がしたやつのお尻、ジャンプしてる時にお尻ついとったやつ、ふぅ、まだお尻に3匹ついとる。お尻にまださ、ほらほら暴れてる後ろに、ほら3匹ついとる、でかいのよしよしよし、あ、お尻に3匹ついたろー、よいしょ、ほら、だんだん戻ってきてる、戻ってきてる、戻ってきてるのだ。よいしょ、今これ売ってるところはスピナーベイトで、釣っていく時にね、もしこういう場所、この、バスが、夏になったら浮きに行く場所と産卵をする場所の中間にあるような、こういう岩場やね。こういうとこはね、もしスピナーベイトで例えばそのアフタースポーンのバスをポンポン釣っていくときに、こう景色がつながってるんで、こういうとこもね、同じようにもし投げていったら、これもう1日時間が何本あっても足らんから、こういうとこは絶対もう飛ばしていくとこなんですよね。こういうとこはもう投げても実際念のためにって言うて投げていっても、この場所からはね、そういうアフターのバス、それは出ないんですよね。本当にそうして今本当なら、この岬の先でバスは浮いてると。でも、それが、季節感のこのズレなんかでちょうどこの移動してる途中のバスが移動する途中にこういうある岩にちょっと止まってると、そういうやつが今釣れてるわけですよね。よし、ほら来た、だから今このバスは岸沿いの岩の陰からずっとついてきて、ボートの近くでポッと食ったんですよね。ほら、だから魚のいてるエリアは、本来夏になってこのバスがこの岬の先の4メーターラインで本当ならサスペンドしに来てるんですけども、まだ本当に
この湖自体今年ね夏になりきってないから、あのその近く移動し始めてきた近くの、本当これ今時間が11時ですよ。これでああいうすごい、こういう岬の先のシャドウの岩の陰にいてたりとかねするんですよね。ほらまだまだほらこういう傷だらけでね、もう典型的なアフターやね。だからあのスポーニングエリアのとこから移動してきて、本来ならここについてこの岬の先で火星を取り戻す、それまでのこう移動してる途中でこいつはあの岩のとこについてたと。こいつはまだ移動中のバスなんですね。よいしょ。だからこうやって、本来これ8月になってしまったら、カレンダー通りに行ってたらね、ほんと湖がほんまにカレンダー通りの景色になってたら、バスが、スポーニングを終えて活発に捕食して、ほんとその後に、ちゃんと深場のエリアに行ってこうポケットサスペンドしながら、ナッツを過ごしてるっていうエリアでね、その上からジグヘッドで、ワームとかスライダーね、スライダーとかグラブとかをフォールさせていってあげたら簡単に取れるっていうのがこの夏の本当の基本的なパターンなんですけども、今この8月になっても午前中からましてこの何週間も全然夏らしいお天気がないと。ほんで実際朝から、スペシャル版でやったみたいに、このジグヘッドでフォールをしていても何かバスはいてる、でもその絶対量がちょっと透けないのちゃうか、またそれと、完全にサスペンドしてないちゅうことは、それで取っていっててもポツリポツリなんですよね。ほんでそしてあのそれポツリポツリやから、ひょっとしたらアフタースポーンのエリア、ボールド8でやった場所には完全にもうバスはいなくなってるんで、そしたらそれとその狙う今ジグヘッドで狙う場所のつながりのあるところ、あのバスっていうのはそういうところから移動しながら、移動してる途中に例えばブレークとか岩場とか、いろんなものがあって、そういうのをストラクチャーとしてそれを点々とこうつなぎながら移動していけるからね。だからそういうつなぎになる場所、そのつなぎになる場所をスピナーベイトで狙っていってポロッと拾うと、そうするとあのジグヘッドだけでやってた釣りでは取れへんバスも釣れると。それをやってるうちにこの今日の中でちょっとこれお天気が、夏らしくちょっと雲も切れて太陽も出てきて、だから本来、浮いてる はずのバスがいるエリアで今度またもう一度ジグヘッドを使ってみると、そういう何ちゅうかな、季節感のズレを考えたり、またその季節感のズレを考えたり1日の中で魚のズレを考えたりとか、でもねやっぱし肝心なそのベースになる釣り方はその季節感が違うんだなとかいうのがね分かったり、本当この釣り方をしてたらもっとこう反応せなあかんとかね、それからまだその季節にはなってへん水の中がね、そういう判断ができる釣り方を1年のうちにその季節季節で、幾通りか基本になる釣り方やね、それを、ちゃんとマスターするのが一番大事やもんね。釣った一匹のバスからどのファクターがキーポイントになっているのかまず分析してみることです。そこからバスのいる水深、ストラクチャーの種類、そして反応するルアーのセレクトをしてみてください。皆さんどうでした？この組み立て方の方法っていうのが分かっていただけたでしょうか？例えば、基本通りの場所にバスがいてたとしても、それが今年のように冷夏の場合サスペンドしてないと、そしたら旗から見てると同じような釣り方やねんけども、そこを狙ってみるとかね、そうか、そこまで移動してないのちゃうやろかと、そういうね読みをこう組み立てていってバスの、反応するルアーいてる場所、そういうのをね探していくのがバスフィッシングの楽しみなんです。で次にね、その見つけた中でもまた1日の中で、風が吹いてきたりとかね、雨が降ったりとか、そういう状況の変化で釣り方というのはまた変わっていったりもするんです。そして特にね、
トーナメントっていうのがあると、その基本的な場所の魚が、すごいハイプレッシャーを受けていろいろ変わっていくんですよね。それをいかにして食わしていくか、それを一回見て勉強してみてください。後半戦に突入した JBTA プロサーキット第4戦、トッププロたちがどのように湖を読み、パターンを組み立て、トーナメントに臨んでいるのか。釣れなくなったと言われている琵琶湖で予想ウィーニングウェイトは2日間で10キログラムです。ハイプレッシャーに置かれたこのエリアでトッププロたちはどう攻めるのか、スタート前に彼らの湖の読みを聞いてみました。すごく今日はもうこの間まで雨が降ってたのにこんなにいい天気になってしまったんですけども、はい、今までこう立てられてた作戦とコロッと変わっちゃったなっていうことはないですか？とりあえず、そんなに練習で見えてないんで、その作戦を変えるほどの余裕がないんですけども、ただだいぶ雨が降って、その北の流入河川からだいぶ濁った水が流れ込んでますから、数日前からね、それが南のどこまで降りてくるかっていうことがだいぶそのこのトーナメントのファクターになってくることは確かだと思います。あ、そうですか。じゃあまだ確信できているわけじゃないんですね。そうですね。それでもっとあの南にその濁った水が降りてきて濁るかと思ったら意外に澄んでるんですよ。ですから流入河川がちょっと冷たくて、あの下にこう入っちゃってるとなると目に見えて、あの目に見えないから分かんなくてちょっと怖いんですよね。1日目はね、あの秘密の場所っていうのかな、ところで1日にべったりへばりついて、2日目はあの2日目のために置いといた卸もいうところのピンスポットを10カ所ぐらい。そうなんですか。優勝ウェイトは10キロぐらいちゃうかな。じゃあ5キロ、うん、5キロ5キロいったらもう優勝やね。あ、そうなんですか。今の状態だと思う。ただポロンと1人ぐらいはすごいの持ってくるかもしれないね、うん、そんな感じ。なんか浮いてるって、ちょっと浮いてる浮いてる、うん、でもあのホールダウンオーバーって言って台風来たでしょ、はい、それで水がかき混ざって、うん、水の状態おかしになってるからバスにベタッとひっついてるの、今逆にそこにベタッとひっついてる。で今日みたいな天気になるとどないやろちょっとわからんけどね、ちょっと落ち着いたから。落ち着いてなかったら底ベタでいけると思うんだけど、一音スジグとかちょっと浮くかもしれんから、クランクベイトと軽めのスプリットを用意したり。下野正樹が弾き出した1日目の予想ウェイトは4キロ。手堅くスコアをまとめるキーパー狙い。スタート後彼は迷わず一気に小本港を南下。キーパーメイクでは自信のあるポイント玉大津へと向かった。さあ今回の試合は大体秋になりかけてるとこで、ほんとお天気もこういう形でいいんでね、ほんとあと細かい魚はよく釣れてるんやけども、でかいのは釣れないし、だから僕が狙っていくのはやっぱしいつものトーナメントと一緒で4キロを確実に取っていくことを考えて釣るし、勝つ人はだいたい5キロ5キロの10キロや思うんやけどね。ほんで僕はもう3メーターから4メーターぐらいにある垂直なストラクチャー、だからもう目で見える垂直なストラクチャーについてるバスを確実に食わして釣っていくと、それを今から狙ってやります。ここでクランクベイトを掘っているのは、垂直なストラクチャーについているバスをホールして釣っているのと、またね、秋らしい釣り方っていうのがこのディープクランクなんですよね。ここ水深が3メーター少しあるんで、その周りにバスがうろうろしてないか、本当にちょっとそこにね、これ魚探見てるとそこに変化があるんで、そういうところについているやつを狙っているわけです。魚かな、魚かなやけど、ちっちゃいわ。まずはのんき
でもやっぱりね、このあの垂直なストラクチャーを丁寧に一つずつ狙っていくと。でこの垂直なストラクチャーからストラクチャーの間がねまたあるんで、そういうところはまたクランクを念のため引いてみると。よっしゃ、あーっ、あー痛い、あー待て、40、いつもこれやな、やっと来た40を。多いね俺は。あ、豆、豆だ豆だ豆だ、うん、あ、ちゃうか、キーパーあったか。この日はね、もうこのストレートはもう軽いジグヘッドで落とし込んでいくっていうのにね、バスの反応はあったので、もう頭の中ではこれで押し切るつもりでいてます。しかしクリンクルは反応する。よいしょ。秋はね、こういうね、竹杭一本でもね、あの、突く時があるんですよね。だからこれも垂直なストラクチャーで狙っていく。スタート後1時間30分を経過するが、3匹のバイトでキーパー1匹という予想外の展開となる。こうやってね、落とし込んで釣っていくのと、そして次にこういうね、ボハテの前の、これは水の底の変化のあるところね、そういうところをクランクでチェックしていくと。もうこの時点ではね、この2つの方法で押し切るっていうので、頭の中では決まってます。よし、あー、キーパーはキーパーかな。よいしょ、ボロボロやけど、うーいったね、800。だからあとはこういうね、目で見える、垂直なストラクチャー周りを回っていきながら、最後に一つ、釣ってみようと思ってたね、あの防波堤の方へ、向かう途中なんですよね、これは。さあ、今からここで3時間粘んと。3時間粘って。そしてこの、テトラのね、防波堤の、角角にね、浮いているバスを狙っていくのと、テトラと平行にね、クランクベイトで周りを動いているバスをチェックしていくと。今回これがすごいメインなパターンだったんですけどもね、どうしても来る魚が小さかったんですよね。浜大津を見切りテトラポイントに入ったのはスタート後2時間。この頃より晴天の空に雲が広がり、状況に変化が見え始める。よいしょ。でものんきやろな、のんきや。これは今日はこれなのだ。はい、これ次にね、やってきたのは北山田なんですけども、これはね、実際狙ってる水深とはね、違って、1メーターそこそこなんですけども、ここは秋口にね、この真珠棚が見えてるんですけども、この真珠棚じゃなくって、この真珠棚の周りにね、小さな魚礁があるんですよね。その魚礁についてるやつが簡単に、もうこの時点ではね、キーパーを取るのが大事な思ってるんで、小さくてもいいから簡単に釣れるバスを今ここで探してます。よいしょ。これでね、もう残り時間も少なくなって、頭の中でね、ひょっとして大きめの、春節後のブレイクでね、いいのが釣れるんじゃないか、今まで釣ってた釣り方の中でね、そういう結論に出たんです。試着までラスト1時間少々。ノンキーの活性は高いようだが、いまだにキーパー2匹。ここで初めて満面のストラクチャー狙いから大きめのブレイクに狙いを変え、クランクベイトでテンポの速い釣りを試みる。お、長く来た。やっぱしゃ、国にあったここら辺でこういうやつでかいぞ。お、でかい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 
でかい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 、でかい、よしよし、狙い通りナイスキーパーをキャッチ。このグッドサイズをあと2本追加すれば目標の4キロは達成できるだけに気合が入る。国になったらここら辺で来いよが来たで。やっぱしな、強い。1100しかないな、それでも。本当ね、ここでは、魚が釣れたことに注目してもらうよりも、釣れた瞬間にエレキの横手にあったね、マーカーを蹴り込んでるのに注意してください。飛んだけったな、わしも。期待は外れ、1匹のキーパー追加に終わり、ウェインまでラスト30分。リミットメイクできるか、少し焦りが出始める。はい、今これはね、頭の中で、もうあとキーパー2本を朝釣っていた確実な浜大津の魚がもう一回動いてないか、そうか朝触ってない新しい垂直なストラクチャーの方へ行くかを悩んでるんです。それで朝触ってない方へ行ってしまったんですね。これは赤の井の真珠ならです。朝一のバラシが最後まで尾を引き、最悪のゲーム展開となり、下野正樹の読みを大きく狂わせる結果となった。本当ね、この読みが外れてしまって、最後も残り時間本当に少なくなって、シャローでスピナーベイトで一発でかいやつが来るっていう、これはもう完全ギャンブルをしてるんですね。よし、ああ、ダメか。だからこれはね、読みがずれるとこんななってしまういう典型的な例ですよね。悪い方へ回ってしまう。林さん、すいません、ちょっといいですか。お疲れ様でした。今日は最初朝おっしゃってたのは作戦通り行きましたか。行きませんでした。行きませんでした、朝行った水のせいだと思いますけど、はい、あの白濁してて、水がちょっと変わったんですよ。あ、そうなんですか。これが一番大きいのですか。まあ似たようなもんだね、どれもね。これでどれくらい。わあ、測ってないけど1キロ2、300じゃないですか。あ、そうですか、今日はどれぐらいでしたか。え、5キロは4700いくつでしたね。あ、そうですか、非常に苦しみました。リミット揃えたのが1時間前ぐらいです。今日どの辺を行かれたんですか。それは明日も行きますんで。内緒ですか、じゃあ今日行かれたとこは成功っていうことですか。いや、失敗しまして、で、抑えの場所っていうんですか、はい、そこで救急としてなんとか揃えたっていうだけです。あ、そうですか、ね、じゃあまた明日も頑張ってください。はいはい、どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。今日朝おっしゃってた作戦はうまいこといきましたか。大外れですか。大外れしてしまってね、はい、明日の場所を残り2時間、3時間ぐらいで回って、かろうじて5000ぐらいまで持ってきた。じゃあ目標の5000はいけたんですか。目標5000に近いラインまでは出してた。あ、そうなんですか。でも明日の分だから明日がしんどい。もう明日の予定はバッチリですか。ダメ、明日がない。なんか入れ替えしようかなと思ってる。今日のが明日どうなるかなって。あ、じゃあ今日行こうと思ってたところは明日、ちょっと固執しすぎてね、はい、3時間粘って一歩10時過ぎても一歩、11時頃までやってたから一本やって、しかも 800g 一本、これはいかんと思って、慌ててね、もう動揺してもうて、久しぶりに動揺したね。あ、そうですか。うん、慌てた。はい、いつもね、秋の琵琶湖では、手堅く魚を持って帰ってくる、今井プロと林プロが、少し悩んでるんですよね。これはね、今回の状況が、秋の一つのパターンである沖の、春節跡とか、そういうあの深場のブレイクについてる魚がね、ちょっと散ってたんですよね。だから2人とも苦労してるんですよね。ほんでそれに反してね、シャローのちょっと穴場的なところの魚がすごく動いてたと。で、上位のウエイトが上がってるっていう状態なんです。だからそのシャローの魚がこの2日目に、続いて釣れるのかどうか、それが興味深いところですね。そしたら2日目を見てください。
昨日はね、上位20番ぐらいまでがね4600以上でね、ウエイトはすごく上がってたんですよね。でも話を聞いてると、例えば5バイトとか6匹あったとかね、もうギリギリの線でキーパーを揃えてきてサイズがでかかったっていう話が多いんで、やっぱし昨日僕も5バイトでキーパーのそのうちの2匹バラしてて3匹しか持って帰れへんかったと。それで2500でね、あれ、バイトやったやつをちゃんと取ってたら4500である程度の位置にはいけててんけども、やっぱりいつもの自分のやつが出たね、こうバラし癖がついてるやつがね。だから今日はとりあえず出た魚は、確実に取ると。ほんでそれでだいたい4000台はあれやんけども、それをちょっとでも上と上げてね、だからせめて今は僕が今日がね96位かな、だからそれの倍差が50位以内ねは狙いたいと思います。釣る場所はね一緒です。バイトの数が少のうても、あと取れるのは一緒や、ウエイトやね、ウエイト終わってみたらウエイトやから、だから少ないバイトの数を確実に取っていくと。だけどよく考えたら一番それが僕にとったら至難の技やね。頑張ります。はい、前日のね魚の反応から、ジグヘッドにクリンクルカットっていうやつのがね、何かこうそこの方の方が当たってるような気がしたんですよね。だからもう頭の中で今日はこうメインで落とし込んでいくルアーは、フラグラブに変えてるんですよね。ジグヘッドにフラグラブ、ほんでそれやとねラバージグに近い形でそこでも魚を誘うことができるんですよね。ただそこべったりで先に落とす釣り方じゃなくて追っていく途中も大事にしたいんで、使うルアーは、フラグラブに決めました。そして、最初に入った場所は、前日打ってない、垂直なストラクチャーの場所、そしてシャロー側はこうやってスピナーベイトでとりあえずチェックして、これから外側の、水深のある方へグラブを打っていくんです。なんだ、どうも朝一の狙いを外してるな。ポンポロンって取れる思ってんけどな、まだ迷ってるな。仕切るルアーが、仕切るルアーがわからん。よいしょ、まだ頭の中で思ってることとね答えがなかなか合わなかったんでね、このヒットでグラブで思い込みを強めていくわけです。あ、キーパーあるわ、ちっちゃいね。おっぽ、先っちょだけ、先っちょ割れの、あのおっぽがちぎれた、キーパー違った。2ミリほどのおっぽがついたっただけ。よし、これはちょっとちゃうぞ。あ、待てや、
これはちょっとちゃうぞ、湯浅ばらした。なんでこんな軽いやつ当たんやろ。うわー、ちくしょう。初日から狙いを絞っていた3メートルから4メートルラインに点在する垂直のマンメイドストラクチャー。4キロを叩き出す上では彼のポイント選定は的中している。ただしヒットしたバスを確実に取り込んでの話である。そしてジグヘッドのクリンクルワームからフラグラブに変え、落とし込みをアピールしながらなおかつそこでバスを誘う、このルアー選定も正解と言える。ただヒット率も他のプロに比べ多いがバラシも多い、今後彼の最大の課題と言える。ほんまに、おお、これはだよ、おお、よいしょ、おいしょ、ちょっとマジか。850 お、まともなサイズかな。でもないのか。でもないわ、寄ってきおるわ。あ、でもないわ。あ、でもないことないやけ、まともなサイズやけ。あ、またバラした。ちっちゃい見えてんやん、そこで。あ、4つ目や、800フィッシュを4つ目や。あーあーあ、何してんやろ。これで順位が等ほど上がるとこ、等ほど上がるとこ落としてしもたぞ。あー、ちくしょう。あと2つの入れ替えでよかったのに。ポイントの絞り込み、そしてルアーセレクト、下野正樹のパターン組み立ては読み通り正解であったが、最終の詰めが甘くリミットメイクさえ達成できずウェインに向かった。今日どれですか？今日はこれなんですよ。やっぱり大きいですね。そうですね。今日は一発狙いって、はい、で風吹くまで1本だけでブローチをしてたんですけどね、風吹いてから急に活性が。あ、そうなんですか。連れ出して。これでどれぐらいですか？これで4600ちょっと。4600、うん、目標とは？目標はね、5000何本、5000を目標にしとったんやけど、読みが来るって周りが釣れすぎる。読み、うん、もう全然読み来る。だから僕は今回10キロ釣ったら優勝や思ってたから、ところがあの台風でガラッと変わっちゃって、はい、でももう7000頭がボコボコ出てるでしょ、はい、もう全然計算違いで、10キロにターゲットを絞った作戦考えてたからね、はい、だからもう10キロのターゲットにしてるから10キロ以上は出ない場所なの。あ、そうなんですか。ほんでまた14キロとか12キロをターゲットにしたら、また別のことをせなかったね、もっとリスク張って、うん、それをすることもなかった。だからもう自分は10キロと呼んでたから10キロで行ってしまって、はい、昨日ちょっと泡食ったけどやっぱりできないなと。練習なしではね、そのリスキーなやつがあったらゼロになってしまったから、ここはもうご覧の通りこうまとめてできるだけ順位第3フライト締め切りまであと5分です。
はい、さすがですね。やっぱりシャローを釣らすと、毛利プロは強いです。今回のこのトーナメント終わってみたら、やはり、基本的にね、秋でシャローのストラクチャーにいるバス、それか沖の、何か3メーター以上の深さのところのブレイク絡み、ウィード絡みにいるバス、それをね、確実に、プレッシャーのかかってない場所を探して、またプレッシャーのかかってる魚を無理やり食わしてっていう形でね、それを完璧にこなせたプロが上位に来てます。続いてね、これ河口湖の、トーナメントなんですけども、これも三条湖の例えば秋の釣り、これも一緒なんですよね。ディープの魚を取るか、シャローの魚を取るか、シャローの魚を確実に取った人は、河口湖の場合ね、大型が入って上位へ来れます。ただ引き数が揃わないんでね、ディープの魚を1日粘って、リミットをメイクをする、これも大事な釣りになるんですよね。一度見てください。雲の切れ目より太陽が顔を出すものの、三条湖の早朝は肌寒く、秋の深まりが感じられる。フィールドはカレンダー通りの秋真っただ中。バスの活性は高いが、ノンキーパーのヒット率が高く、その中からキーパーを拾い出す根気のいる釣りが要求される河口湖。1日目、シャローでビッグフィッシュを狙った選手のほとんどがキーパーメイクできず、ノーフィッシュに終わった選手も数多く見られた。2日目、キーパーメイクに走る選手が多く、大石沖の8メートルラインに多くのボートが集中する可能性が高く、ハイプレッシャーが予想される。今日ダイワカップの、2日目の朝なんですけども、昨日1日目はね、参加者が300人近いんですけども、魚を持ってた人ね、1匹でも魚を持ってた人が約100名です。3分の2の方が、ノーフィッシュで終わってるぐらい、ちょっとタフってる河口湖なんですけども、結果的に僕の場合、昨日リミットの5匹は揃わないで4匹で終わったんですけども、それで順位が41位です。だから今日僕は朝何時間かは勝負をかけるんですけども、あとは、とりあえずリミットを取っていくと。ただね、今の河口湖はリミットを取りに行くって言ってもすぐさまリミットが揃うようなパターンはなくって、しつこくしつこくやってないとダメなんで、昨日多くの人がリミットを取ってるパターンっていうのは、8メーターよりか深いところで、ヘビーキャロライナね、でじっくりと時間をかけて取ってやはるみたいですね。で、僕の場合昨日リミットを取ってるのはスピナーベイトと、チェーンリグの、ライトリグね。だからちょっとみんなが狙ってる深いところじゃなくて浅いところで、間違ったらでかいやつが来るかなっていう場所で、スピナーベイトと、でそれと、チェーンと、で状況によってね、いろいろ食わせる釣りをするんで、それを見てもらえたらいいと思います。とりあえず頑張って順位を一つでも上げると頑張ります。今日もええお天気になりそうやから、すごいこれまた釣りにくなるよ、タフるよ。だからとりあえず5本揃えたらすごい順位は上がると思うんですね。はい、これ口で言うてることとね、今頭の中がねまた別になりかけてんでね、ディープへ5本揃えに行こうって思ってるのに、スタートの列の中でね、空いてるシャローを見てしまったら思わず行ってしまったんですよね。でこれでもうこの1日の流れが変わってしまってるんです。浅いとこはもう水面近くで、ウィードのあるとこで、ウィードがもうびっしりあるようなとこで、ほんで水面近くのルアーをやって、なんか反応したらそこに食わせのルアーを持っていくみたいな。でこうしてスピナーベイト打ってて、シャロッカーになんかああいう障害物でストラクチャーになるようなもんがあったら、そしたら今度スプリットとかね、ジグヘッドで、僕の場合は川口の場合こうチェーンで落としていくけども、こういうやつでちょっとその周り念のために入れておくんですよね。
だから自分の好きな釣りいうのはね、なかなかやめられへんでね、試合の最中でもこうシャローへ行って一発勝負みたいなやつね。本当はこの日はね、ディープで5匹を時間をかけてきっちり取るいうのがね、一番大事なんです。よっしゃ、キーパーやろ、ちゃうか、ラバージグでキーパー違ったら怒るぜ。おー、キーパー、あそこは9メーターほど。今のはええ感してたな。ラバージグ持ち替えた途端やな。持ち替えて底入れた途端やな。頼むさがあと3匹ぐらい来てくれ。あれ、あ、フィッシュかな。フィッシュかもしれん。あ、フィッシュ、フィッシュやけど、これさあ、これはのんきかな。ああ、のんき臭いな全然控えへん、重いこともない、全然控えへんし重いこともないし、空き家を狙って。よし、空き家やっぱし当たりやった。よし、ほら、あ、バレたかな、バレた、バレた。よし、やっぱ空き家だ。俺あんま沖で釣りせんやろ、唯一ここが俺の沖の場所あ、俺にとっては8メートルが深いにゃん。これものんきや。あ、あ、あるわ、ギリギリあるわ。あったー。よし、これはドラッキングやったら俺のチェーンリーグは有利かもしれん。これだとトローリングと一緒やからな。よし、あった。修魚板のついてるトローリングみたいなのやな。引いてるスピードも分かったし。3本目になったかな。3本目になったかな。3本目臭い。あ、乗ってない。
一生の道具や。一生の道具や。あんだけ送ったのにな。お、来た来た。巻き上げてきた。巻き上げて。あ、これはキーパーあるわ。巻き上げてきた。お魚回ってきたか。あ、ないか。あ、ないわ。乗った。乗った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 。キーパーやぞ、絶対キーパーでありますように。おお、飛んだ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 。バレんなよ。バレんなよ、バレんなよ、バレんなよ。よしよしよし、うーしょ。あ、のんきや。のんきや。気合が抜けてもだ。お、うまほら、穴開いてる。はい、第4フライト終了しました。下野さん、他のプロの人は穴にたくさん釣ってきてたのに、どうして下野さんはダメだったんですか？うん、私なんかね、同じ日に霞ヶ浦でいっぱい釣ったんですよ。そうだね。あのね、結局結論から言うとね、やっぱ僕下手やんね、魚釣りが。でもね、見ていただいたら分かるようにね、川口湖でもね、シャローでね、魚のいてるエリアはね、ちゃんと狙っていってるんですよ。ただね、その時に箇所打ち損ねてね、ほんとハンダープロと船がすれ違った時にね、ハンダープロがそこへポンと入れたらね、1日目はでかい魚ハンダープロを取ったんですよね。ほんと2日目、今度僕はキーパーを取りに大石の沖へ行って、こうキャロライナでね、こう取ってるんやけどね、当たりがあってもよう乗せないでしょ。ほんでそれと、あと僕の横手にいてたね、吉住プロなんかコン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 釣ってるわけだから、魚のいてるエリアで釣り方までは分かってるんやけども、そっからの魚釣りは僕が下手なんですね。ほんで、琵琶湖でもそうでしょ。僕は魚のいてるエリアで、そしてまた他の人が釣れないやつを無理やり釣ってるでしょ。ほんで無理やり釣ってて欠けてるんやけど、最後の爪が甘いよね。でも僕がね、この足元はバレたを言わんようになったらずっと買ってしまうから、こんな面白ないことはないんでね。だから皆さんもね、このバス釣りっていうのは魚のいてる場所を探して、その魚が一番簡単に何に反応するのか、それからがね、魚釣りが始まるんです。だからね、このビデオと、スペシャルの位置こう見比べながら、皆さんも勉強してバスフィッシングを楽しんでください。バスフィッシングの基本は、まず魚を見つけることから始まります。季節の移り変わりによってバスの行動範囲や生息場所が変化することを頭の中に入れておくことです。春夏秋冬オールシーズン楽しめるバスフィッシングですが、その釣り場や生息場所は季節によって変化することをまず理解してください。
そしてシーズナルなパターンの組み立てはこの式のバスの行動を理解した上で成り立つ方程式のようなものです。